拝殿山梨岡神社は山梨県山梨市の神社である。式内社の山梨岡神社を主張する9号社。鎮座地は石森山、石森隆と呼ばれる平地の中の昇級で、境内は狭いながらも、松などの大樹や祈願、懐石が密集し、筒子の名所としても有名である。また、古く文人木閣から愛好され、岩にはそれぞれ趣のある名称が付けられている。 付近が起伏に乏しいために山梨と言っていたのを山梨に誤ったものとの俗説がある。なお、文化十一年の海の国史には当時の社名を熊野権元と記している。伊ざなの村、ことかい男命、早玉男命、国の男たちの村、大国主名、少なびこなの命の六柱を祀る。天明七年の海の名称史や海の国史は、 熊野権現と国立明神を合わせ祀ると記しているが、伊ナミの村以下の見柱が前者、国のとこたちの村以下の見柱が後者にあたる。社殿によれば、創始年代は不明であるが、日本穂高が遠い征伐の折に誕生したといい、一説に慶光天皇41年日本穂高の創始であると言う。 本殿の東には、日本穂高が腰をかけたというお腰掛け石がある。神後慶文2年坂上神田丸が社殿を造営し、以来しばしば武将による造営がなされたと伝え、文治3年には、鏡炎光も修造をし、王子は毎年、弓祭りという神事も行われたという。江戸時代には、主因地二国五と余り、国因地三国七と余りを有し、明治六年号社に列した。 他十社本殿は二座商殿の二軒者流れ作り同板武器。三社は妻に掛け魚、板か入股などを飾り、東京は拳鼻付きの出組、木星甲乱付きの縁を持ち後方側面は脇障子とする。後輩は一軒で面取り各柱を立て、三社との間はエビ講梁で繋いでいる。細部の手法が装飾的で桃山時代の技法を残しており、 昭和35年11月7日に、山梨県の有形文化財に指定された。また、翌36年の解体修理で、大都の裏から原禄16年に修理したことを示す。牧書が発見され、この時の増体にかかるものであることが判明。根流時期の明らかな遺構としても貴重である。ありがとうございます。